はい、どうも、さわさまです。さて、今日はですね、前回の動画で動画編集の必要性みたいなお話をさせていただきました。で、その最後にですね、ルマフュージョンのね、ちょっと使い方をこれからやっていこうかなというお話をさせていただいたんですけれども、今日からね、細かいところからね、ちょこちょことちょっとずつ、やっていくような形にしたいと思いますので、いきなり一つの動画にね、いろんなものをポン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 詰め込むと、おそらく見てる方、僕がわからないんですよね。人一倍頭悪いので、なるべく、分かりやすくで一つずつこう説明するような形で、やっていきたいと思います。で、今日はですね、どんなことをするのかっていうと、カット編集ですね。で、ルマフュージョンの、タイムラインにね、動画を入れて、でそこに、素材を入れて、でカット編集をしていって、で最後書き出しをするっていうところまで、本当シンプルなんですけれども、今日はちょっとそんな感じでやっていきたいと思います。いろんなね、こう操作方法いろいろちょこちょことあるんですけれども、細かいところまでやっていくと本当時間ないし、見てる方も覚えられないと思うので、ちょっとずつやっていきたいと思います。今日はですね、そのカット編集と書き出すところまで、やっていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。ではですね、まず、ルマフュージョンをね、起動させます。まずルマフュージョンをね、起動させましたら、左下の、プロジェクト作成しますっていうところね、プラスを押して、でプロジェクトを作成してください。これプロジェクト名は、まあ、何でも構いません。分かりやすい名前でいいかと思います。今回もね、カット編集という形で、でフレームレートなんですけれども、僕いつもね、フレームレートは 23.98 のやつにしております。はい、これでプロジェクトが出来上がりました。そしたら左上のですね、ソース選択のところから、編集したい動画を選んでいくんですが、この選ぶときにですね、ここで動画を選択するとこんな感じで右上の方にね、プレビューが出てくるんですが、黄色い括弧があるんですよね。この下のバーのところに。これですね、この黄色い括弧、これで大まかなその使いたいシーンを選んで、あとはその動画をダブルタップするとタイムラインの方に動画が入っていくという形になります。でこれそのまんまもうタイムラインの方に入れちゃって、タイムラインの方からこうやってね、カットして、でいらないところを消して、でカットしていらないところを消すっていう、こういう方法でもいいんですけれども、僕はだいたいその大雑把にこの黄色い括弧で大雑把にこう切り出して、で最後にタイムラインの方で微調整という形でカット編集していくっていうやり方をやってます。まあどちらでも構いません。やりやすい方でいいんじゃないかなっていうふうに思います。なんでこんな感じでね、カット編集を進めていきます。ちょっと早送りしますね。これは家のね、周りで撮ってきたちょっと動画です。なかなかね、外に出歩くことができないので、まあ、自粛ということでお家の方でこんな感じでやってます。でこれ大体ある程度ね、大まかなカット編集が終わりました。まあ見るとこんな感じですね。で普通のホームビデオであればこの状態でも十分だと思います。自分がいるシーンいらないシーンね、まあ前回の動画でもお話ししたように、いるシーンいらないシーンこう分けて整理して、であとはこれで書き出して保存という形でも十分だと思います。で僕今回ですね、この動画はちょっとミュージックビデオ風な形にしたいと思いますので、全体的にスローかけていきたいと思います。このスローのね、こうやり方とかはまた次回別の動画でちょっとお話しさせていただきたいと思います。これもこれで話しするとある程度結構長くなってしまうので、であまりね、いろんなことを詰め込みすぎると
頭が混乱しちゃう方もいらっしゃるかと思いますので、今回はカット編集だけですので、スローの部分はね、割愛させていただきます。はい、そしたらですね、僕今回そのミュージックビデオ風な動画を作りたいと思ってますので、音楽を選びたいと思います。左上のですね、音楽のところから音楽を選んでいきます。この曲がいいかなってね。はい、でいいなと思った曲があったら、それをダブルタップするとまたタイムラインの方に行きますので、それをね、タイムラインの下の方にこう移動させてください。最初入れちゃうと重なっちゃうので、でこうやって再生していくと、なんかねちょっと違和感あるじゃないですか。ちょっとね気に入らなかったので、これ前の方ちょっと始まりを自分の好きな任意なタイミングでシーンが始まるような形にしたいと思っているので、こんな感じでちょっとずらしていきます。でここは今回の趣旨、カット編集とはちょっと脱線してますので、もしだったらこれは飛ばしていただいて結構です。で音楽のリズムに合わせてシーンが変わるようにちょっと作っていきたいと思ってますので、今これシーンをね、リズムに合わせてこう微調整してるところですね。各シーンを長さをこうやって合わせて、微調整してます。はい、というわけでこんな感じで、進めていってます。まあこの辺はね早送りしますけれども、また次回ね別の動画でこの辺も詳しくやりたいと思ってます。はい、じゃあ最初からちょっとね見ていきましょうちょっとタイミングがずれてますけどね、テスト動画っていう形なので、その辺は、多めに見ていただきたいと思います。これちなみに全部 iPhone で撮影してます。で動画の編集はですね、iPad で行ってます。まあ、これ iPhone でもね同じように行えますが、画面がちょっと小さいのでやりにくいですね。なんで、なるべくであれば iPad の方がいいのかなというふうに思ってます。はい、こんな感じで、次はですね、これ書き出しですね、右下の共有ボタンから書き出しを選んでもらってですね、特に設定変える必要ないと思います。もうそのまま書き出しでいいんじゃないかなっていう感じですね。これで書き出しが終わりました。はい、お疲れ様でした。というわけで、そんな感じで今日はですね、ルマフュージョンのカット編集のやり方という形で、お話しさせていただきました。これからちょっとね、ルマフュージョンについて、僕もこれ今覚えたてなんですよ。今まで別の、Adobe Premiere Pro とかね、別の編集ソフトを使ってたんですけれども、ちょっとそのこのルマフュージョンのね使い勝手があまりにも良くて、最近これ結構使ってます。で僕が覚えたことをこう皆さんとね少しずつシェアしていく形で動画をアップしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、というわけで、今日の動画は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしてください。お疲れ様でした。